そうか、だってね時々、うん、まあでもその現場でねなんかこう、今度休みがあるからとかって、うん、みんなでゲームのお泊まり会をするんだとか言ってて、ちょそれはシグマセブンでお世話になってる某役者の話じゃないですか。ええ、そうですね。あ、もうあいつ全部言いつけちゃうから、もうあの N 村さんですね。本当すいません。東京 FM ミッドナイトプログラム、水木奈々の M の世界。ここからは言葉の奥深さの世界へとあなたを誘う、言葉の力、声に出して読んでほしい日本語のコーナーです。今宵も声優、そして仕事人としての職業の意地を見せるべく、皆さんの依頼のもと、ありとあらゆるシチュエーションに合ったセリフ、言葉を声に出して読みます。今夜はですね、杉田くんと一緒にこの闇の依頼に挑みたいと思います。大丈夫です、よろしくお願いします。はい、今夜はこちらの方、ラジオネーム故郷からのお便りさん、17歳の男の子からいただいた依頼です。はい、こんばんは。早速ですがお願いします。妹キャラでお兄ちゃんに液晶テレビとブルーレイ買ってと聞き断られ、むくれる妹をやってほしいです。奈々さんお願いします。なんかハッピーレスみたいですねそう、いや、はい、ということで、じゃあ私が妹をやるので、わかりました、杉田くんはお兄ちゃんをやってください。わかりました、はい、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。言葉の力、声に出して読んでほしい日本語、読ませていただきます。液晶テレビとブルーレイ欲しいんだけど、買って買って。よくわかんねえよ女ね、まだこのベータだって動くしさ、ね、このなんだ、あの液晶テレビ 3D 何見んの、何も飛び出ねえよ。飛び出るのはなんか俺の眉毛ぐらいなもんだ本当に。そんなこと、お兄ちゃんのバカ。あ、こら、ナナ、どこに行くんだ。ん、なんだ、電話して。え、あ、こら、いつの間にそんな距離感に。中村君に電話しちゃいけません。なんなの、中村くん好きなら分かったよ。あいつ最近テレビ買ったんですよそうだったんだ。あの普段ちょっとローテンションじゃないですか、うん、テレビ売り場行くとすっごいテンション上がるんですよ。嘘そんな中村くん見たことないよ。思うでしょ、やたら詳しいんですツイッター見ろ、この最新型な、すごいだろ、46型で何をだから俺はこれを買うんだなんそんな家電芸人ならぬ家電声優みたいになってるんだあいつ本当、じゃあちょっとこう今度この7人のうちの1人で来てくれるかな聞いてみようかなわかりました、はい、楽しみだな、はい、まあそういう、まあそういうのね、ご一緒することが多くて、なんか突然ね機会が増えて、うんうん、でそれでなんかこう、まあ、同い年だったっていうこともあって、同じ事務所で親子の役も演じたし、うん、なんかこう掛け合う役で一緒になることが多かったから、なんかこう一気に仲良くなって、 で、うん、それでまあ、杉田くんも踏まえて一緒にご飯に行ったこともあったり ね、杉田さんを交えてねそう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 、豆腐食いに行ったかな、そう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 、はい、で2人がずっとなんかね、なんかもう2人でしかわからない暗号のようなトークをしてるんですよえー、私これ逆に2人の邪魔してるから帰ろうかなみたいなことになったりとか、ね、あとなんかアフレコ現場にさ、いる時に、あ、また杉田から今日俺今終わったけどどこどうするみたいな、なんか恋人同士みたいなメールしてて終わりの連絡そうそう、なんだみたいな、なんか人を返していくと気持ち悪いねとかありつつね、はい、ということで、でも3は聞きたかったの、アドレスの数。まあね、でもそれふーんで終わりじゃんだってまたほら、そっからさ、こうでこうでって話。いやでも5、え、いくつ、500ちょっと、500ちょっとは多い。嘘だ、そんなことないよ。うちのマネージャーそんなにないでしょそりゃあるでしょ。 800?850? そりゃだって取引先の人がいっぱいいるから。消しててんじゃないの。え、もう取引してやんないっつって言ってないのかな。ちなみに中村くんは何件、今、本番中だから。あ、すいません、ちょっとあの見方が分からん。もういいです、メカに強いんじゃない。なんか出なくて、なんか大きいテレビ買ったって聞いたよ、杉田君から。はい、もうなんかそういうテレビとか、まとまった金が入ったんで大きいテレビ買いましたけどあの、そうですね、それはもうどうでもいいです。家電声優なんでしょ。まあそうです、ありがとうございます、はい、ではでは、ここからはですね、お仕事やプライベートで思い出のエピソードを語っていただこうと思うんですが、そのエピソードの
見出しをつけていただいて、しかもこれを私の年齢の31文字以内で発表していただきたいんですが、じゃあお願いします。はい。衝撃、あの杉田智和が彼女には。何何何、どういうこと、意味深だよ。え、どういうこと。これがですね、うん、どういうこと。杉田智和さんはですね、はい、女性と話すときに、はい、なんか変なスイッチがよく入ってですね、絶対下ネタを言うんですよ。うそ。でも僕一緒にいて水木さんにだけは絶対言ってないんです。あいつ下ネタ言うイメージ言われたことないでしょ。ない、一回もない。すごい言うの。嘘だ。でね、最近我々もその30になっておじさんになってですね、うん、歯止めが効かなくなったのか、すごいの。わかる。30代超えるとみんなさ、うってこらえてた、例えば親父ギャグ的なものとかもスルッと言えちゃったりとか、なんかストッパーがねガーンって外れてね、それが止められるかどうかがね、若さなんですけど、うん、彼の場合は下ネタがですね、嘘、もともとそこそこスイッチが入ると言うタイプだったんですけど、ね、本当。もう全然そんなないでしょ。ないない、イメージないし言われたことないから、うん、硬派なイメージなの杉田くんといえば。なんで笑うのそこで。すごいですよ、彼は大好きです。大好きです。本当に。しかもなんかもう小学生みたいな。ほら、なんかやっぱ可愛い女の子をいじめたくなるみたいな、そういう感じなんじゃない。だから私は何だと思われてんだろうね。ちょっと分からない。お母さん、お母さん。私にも下ネタ言ってよって言って。いやそれもね、それもおかしいよね。それ言ったら多分すげえ喜ぶけど。ああダメか。本当ですか。いやちょっとそれも嫌だな、気持ち悪いな。気持ち悪いよね。嫌だな、ね、分かりました、はい、ちょっと意外な事実、これちょっといいこと聞きましたよ、はい。